新宿2丁目ゆまチャンネルそれぞれ。さあ今回はですねこの方々とコラボでございます。自己紹介お願いします。はい、ジンピットチャンネルのケントです。ショウです。ゼンです。どうぞよろしくお願いいたします。前半はジンピットさんの方で私出させていただいて、いろいろとセキララの話を今回はお話させていただきましてですね、みんな後編ということでうちのチャンネルの方でいろいろと話していきたいんですが、はい、最後めちゃくちゃ気になってたんだけど、気になった。このさ MTM さんになってから男として生きてて女性と経験を持つっていうのはオーソドックスにあると思うんですが、なんとも、ちょっとレンちゃん最後ファリは MTM になってから男性と経験があるってびっくりした。レンちゃんはないわけね。はい、ケントさんどういうこと。一番最初興味本位で20代の時に、これ本当申し訳ないんですけど、24会館え2丁目の、そうですそうです、ゲイが行く暗闇に、詳しくはね24会館調べてください。はい、これは説明しないんですけど、はい、実際見たことなかったんですよ。おティンタンを見たことなかった。見たことなかった。ちょっと24回ぐらい一人で行ったの。ああ、それが FTM の友達と若い時ですよ。とりあえずもう1本しゃぶって帰ろうと。でそのルールのもとみんなでこう行って、その時はそのゲイとか男性と恋愛無理って思ってたんだけど、うん、でも別にはできると思ってて、恋愛目的っていうよりも、うん、こうそういう行為目的で行って、はい、そこでもうパクンチョやったんだ。そうです。この横についた時にちゃんと事情説明して、説明したの？あ、もうついてないから向こうはこう、そっか、なんかゲイの若い20代前半の子が来たと思って声かけてくれたんだけど、うん、すみません、ついてないんですけどって言ったら、いや嘘嘘嘘って言われて触られて、お、あ本当だみたいになって、お、女性経験がない方で、あ、向こうはね、無理なんだけど、うん、女性器わかんないって言われながら、うん、あでもいけるかもって言われて、そのままあのどういったあの行為というかね、うん、それはその時は、はい、あのしゃぶって終わっただけだった。ケントちゃんがパクンチョしたんだ。そうです。はで向こうもなんかこうまさぐってて、でちょっと触り方わかんない大丈夫とか言いながら、あーケントちゃんので、その時に超優しかったんですよ。ピロートが、あこれメンズと恋愛いけるなって思って、でなんかあちょっともしかしたらパンセクかもって思った経験でした。じゃあその向こうの人パクンチョして、あのフィニッシュになって、はい、その時はまああの快感というか別に悪いもんではなかったわけ。あ、そうですそうです。あ、むしろ興奮するな、これ。え、濡れたんですか。濡れた、だっていじられてるし。あ、全然いける全然なんだ今のリアクション。僕は超えてたんだ。しょうちゃんは恋愛じゃなければ大丈夫、うん、メンズ同士でもいけるしFTM にも興味があるしみたいな人たち。あでも結構興味ある男性多いかもしれないな。じゃあ翔ちゃんもその人と、まあ、そういったことになるときに事前に言ったの、自分のことをオープンにした状態で、うん、向こうからアクションを起こしてきてくれて。そうか、じゃあ理解ある上でどういった流れで、そのご飯行きませんかみたいな感じで言われて、あいいですよって言って、はい、うん、ご飯食べてどうするってなって、うん、あと何食べるってデザートに、はい、大福食べるって言ったの。女性としてゲイじゃないとその感じ的にでしょ、女として来るじゃん。ケントさんの場合は男としても男を求めてきてるでしょ、言った向こうは。そうですね、女性器わからないってずっと言ってた。で翔ちゃんがどうなの、聞いていいの。 でも女性って感じで扱ってくれないでしょ、うん、なんていうこと言うのよ。ごめんね、私の大福とか優しく、だんだんなんか赤服に見えてきたんだもんね。で翔ちゃんは相手の人をおちんたん、まあ、大きくなってきてそれを爆除した。しました。でその後また興奮してきたら翔ちゃんの中にってなってくる、はいはい、えそれはで、あの何よ何がそれは何俺バカにしてんじゃん、スタートのリーダーさっきバカにすんねん私のこと。なんでこうやったらダメ、何よ。穴が2つあっても男女の時に使う穴に放り込んでくるってこと。うん、はあ、タイプがちゃんと一致したらいいか。うん、姉ちゃんどう今聞いて勉強勉強になりました。勉強になりました。越後生か。あなたはそういった恋愛とかないんですか。やっぱ女の子、女の子大好き、もう付き合って愛して愛してガンガン攻めたいんだ。なんか強気の女の子を僕がこう、うん、わってやってたこの背徳感が来て、あーあー超ドノンケっぽくない。本当だよね、ドノンケっぽい。その感じ S の人が考える思考だよね。やだー、やってほしい。あ
げぽよ。ガチした、ガチした、ガチした、ガチした。やばい、トイレ行こう。やばい、やばい、行かない。抗議するやん、ここで行かないって。電気消します。電気消してね。徐々に暗くなってくる。そしてね、ちょっと僕も小耳に挟んだ話なんですけど、 FTM さん同士みたいな、まあ、恋愛とかそういった行為ってあるんですか？男性同士の恋愛っていう感覚だと思うんですよ、うん、ただ差をなし、うん、なんかおきんたんベースじゃないんですよね。性自認ベースっていうか、うん、身体的なところで言ったら女性器持ってるから女って立ち位置なんだけど、うん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 、FTM っていうのは女性器持ってるけど心は男ですって人たちだから基本は男なんですよ。じゃあうちら芸同士の恋愛感みたいなノリか。そうです、ノリは全く一緒だと。それでどういった形っていうか、え、何デートとかしたってこと？しました。僕付き合ったことあります。うまい。FTM さん同士で、はい、じゃあ夜とかどういった形になる？一緒にっていうのはやっぱできないんですよ。あ、ガッチャンコは。そうです、そうです、うん、僕が先にやって、あの、ミニサオを使うの？使わない、何も使わない。穴は？穴、穴とかどこを攻める？穴。あ、穴使うの？今の言い方だった。穴。え、しょうちゃんでもそういう時ってなんかもう、うん、生えてきちゃうとかじゃないの？生えない。あ、そっかそっか。消え、ブワーブワーッ。しょうちゃんってそんなんなんの？ね、FTM 同士だとすごいいいかも。お互い分かってそう。楽っちゃ楽だよね。楽でしたね。かなり理解はあるから配慮もできるしね。確かに。聞いてどうですか、れんちゃん。いや、勉強になりますね。勉強してばっかり。私も過去はね、ここに至るまでよ、学生時代は結構女の子行ってたんですよ。おー、行けたんですか？そう、結構実はその偉そうなあれ。でもモテますよね、絶対。いやいやいや、言ってなかったってことですよね。もちろんもちろん。かっこいいですもんね。そうそうそう。さっき拒否したよ、私が誘ったら。いいですよ、そんな。自分の性についてもちょっとまだ分かんない時期っていうのはあったかもしれんけど、思春期、中学から高校とか、初めての経験、お互い、そんなありましたよ。でも立ったんですか？で、最初はなんかさ、もう人間が裸になって恋愛して好きな人と一緒にベッドの中に寝るっていう行為自体が不思議な時ってあるじゃん。今もだんだんね、経験が慣れてくるとこもあるかもしれないけど、慣れてくるってどんな集団やん。いやいや、うちらその時はそういった変な興奮みたいなんで、まあ、反応してたのかもしれない。けどね、結構放り込んでやってたよ、変な話。え、それどこで気づいたんですか、途中で。あ、無理だと思ったんですか？そう、まあ彼女も幕張メッセ私がぶち抜いて、うん、めちゃくちゃ幸せって愛してくれて、その余裕がなんかこうやって甘えにっていう男の方にわーっと行って、一時は彼女に放り込みの、なんか男の人に放り込まれんのみたいな器用な時期が半年ぐらい私あったんよ。でもやっぱ彼女悪いなと思ってお別れして、そっから男街道まっしぐら。じゃあ、まあ今日はもうね、皆さんいろいろな話をセキュララに、はい、答えていただきました。ありがとうございます。ぜひともうちのね、チャンネルで初めてご覧いただいたという方もいらっしゃるかな、中には。もしいらっしゃったら、ぜひともジピットチャンネルさんの方でチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてこちらの動画もいいねボタンお願いいたします。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。ありがとうございました。